チさんです。で、グチさんチャンネル。どうも、グチさんです。ここは岐阜県白川村です。道の駅白川湖です。ここは国道156号線ですね。現在夜中でございます。これがね、高山に引き返すんですけども、まあいつもの私であれば、同じの156号線使って行くんですよ。ただ今回はですね、まあ一本動画消化は白川湖区間をですね撮影したんですけども、まあ想像以上にひどかったんですよ。っていうのは除雪がねされてないんですよ。まあこの夜中はもうどうしようもないんですけど、でね、まあ最低1回とかそういうのもなく、普通に除雪が来てなくて、もうねちょっとね、まああの156号線なんですけど、片側あのすれ違い出るね状態の、まあ、2車線分あるとこですよ。けどもうなんかもう道1本分しかもうなくて、もう除雪がされてないから雪たまりに溜まっちゃって、でねもうなんかもう引き返すのもやっぱしんどいなと思って、このまま白川郷からですね、まあ高速に乗ってもう引き返すっていう選択しました。多分それが一番楽です。もうねわだちがねバリバリに凍っててね、でさっき車確認して、まあまあ別に車の状態自体は問題なかったんですけど、ちょっとねさすがにこれはしんどいと思って、で、引き返しの運転は諦めて高速で楽々帰ろうということにしました。まあねわだちがね若干凍っちゃうんですよね。それがね結構しんどくて、車の腹の部分にもうずっとガラ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 当たってるから、まあ、車のダメージはすごいですよね。でまあ高速でね高山市街地を1回行くっていうことですね。まあ久々に乗りますね。久々って言ってもどうだろう、前回使ったの1月かな、1月の下旬ぐらい、中旬か下旬ぐらいにね1回ここを使いましたけどね、逆ルートで高山から速でね白川郷経由でおよそ1キロ石川県に行ってたんで、はい、料金所了解です。まあとりあえず高速でもうひたすらトンネルの中突っ走っていくんで、まあ、めちゃめちゃ楽ですよ。さすがにまあここは別として高速道路の区間、本線の区間であればさすがに定期的に除雪車はね通るはずなので、まあ、快適なはずです。さすがに問題ないでしょそこは。おーすごいわ。およそ 500m 先料金所です。めちゃめちゃ積もってるやん。まあまあすごいボリューミーだよねいやここはここの除雪はどっちの管轄なんですかね。一般道も扱いでやるのか、それとも高速道路の管轄の人がやってるのか、どっちなんですかね。でも高速道路の管轄なんだなここも。
通行できます。ほらここ快適だもん。全然ないもん。ほらめちゃめちゃ快適じゃん。ラッキー。さあ岐阜方面のこっちですね。全然ないわ。へえ。いやいいっすね。これはありがたいね。さっきね156号線庄川白川号間走ってるんですけど、もう地獄だった。マジで地獄だった。とてつもなく地獄だった。いやもう本当に快適すぎるわこっち。ひたすらこのトンネルを突っ走っていくだけなんでね、超絶快適ですよ。東海北陸自動車道、よく使いますけどね。一人の時は滅多に使わないですけど、今日はたまたま使ってますけど、昔に比べればだいぶすごくこうより快適さが増しましたよね。昔は白鳥か高須から日田清見の間は片側1車線でしたけど、もう5年ぐらい前でしたっけ、片側2車線化になってね、すごい快適になって走りやすくて、さすがに日田清見と白川郷こっちの区間はね、もしもトンネルだったりとかそういう関係もあるんで車線にするのは難しいですけどね。しかし一生トンネルの中走るわけですからね。なんかね、最初はいいんですけど、半分ぐらいになるとだんだんね、なんか頭おかしくなるんですよ。でも自分何してんだろうみたいな不思議な感じの気分になるんですよ。といえばやることがない、特にひたすら安全運転に努めてね走っていく、それだけになってしまいますで、この白川郷のこの日田清見の間のトンネルなんですけど、信号がね、こうやって途中にあるんですよね。もうあまりにも信号違う、このトンネルが長すぎるから途中でこう信号を設けないと、そのトンネルの先、そのトンネルの先っていうかその区間によっては事故を起こして一生車が突っかえちゃうという状況になっちゃうんで、で信号をね設けてるんですよ。でね、時々ねやっぱり。事故って起きるんで、
すらまっすぐ運転してる。もうね、ドライバーからしたらちょっと眠くなるかもしれないね、こういうのって。これはもう睡魔との戦いになりそうだもん、下手したら。これは大変だ。ちょうど半分か。一つのトンネルに対して10キロぐらい、11キロかこのトンネルだけ。およそ5キロ先、はい、雪のため30キロ以上滑り止め装着区間です、はい、そう、今日、まあ、今日というか、まあ、また行きましたけど、ね、東海北陸自動車道もね、まあ、雪の時走ってて、まあ、去年もね時間の関係で岐阜方面から、下の岐阜方面から東海北陸自動車道で北方面に走らせるみたいな、ね、そういう感じでね。で、白鳥インター付近からね、完全に規制がかかってて、冬用タイヤでじゃないと通行できない規制になっとってね。猫掲示板みたいなやつがあるんですよ、その路肩にね、ちょっとした猫掲示板があって、でオールシーズンタイヤ不可ってっていう風に書いてあったんですよね。すごいと思って。でもこれもね、なんか実地帯、まあなんか県だったりその高速道路の区間によるんですけど、東海北陸自動車道はオールシーズンタイヤダメですね。まあ、理由としては、まあ、そのタイヤチェックしてくれてるときにその聞いたんですよ、高速道路のね、そのスタッフの方に。で、まあ、要は山間部で急だから、雪のため30キロ以上滑り止め装着区間です、一番の理由みたいですね。日本でもトップクラスですごいところですからね、飛騨地方、特にああいう東海北陸自動車の山間部って。
田河合のパーキングエリアがありますね。ではあと12キロですね。14分、早いね。156号線経由でというか156号線フルで飛騨清見まで行くとすると、まあ今日の天気だと路面のコンディションでいうと1時間半かかるかな。1時間半すれば全然可愛いけど、出したら2時間かかるじゃん。まあだと思うとね、市だと白川郷インターから、そうだな、高山市街地、まあ、41号線に合流するところぐらいかな。そこまでだと、まあ多分雪の日でもどうだろう、50分ぐらいじゃないかな。普段と40分とかじゃないかな。早いとね、40分は言い過ぎか、それはいいかな。多分制限速度も緩和されるしね。こういう日はね、制限速度が若干変わっちゃうんで、あれですけど、普段じゃあそうだな、70キロみたいなね、そういう、大体片側1車線で70キロなんでね、速度の規制がね。投げ、もうひたすらトンネルの中を運転してると頭バカになるわ。ほんとね、何してるか分かんなくなるんですよ、感覚が。なんかね、不思議なんですよね。
同じ景色になって。先だよ。
さあ出口です。使うと700円ぐらいいくんじゃないかな、そんな気がする。さあここから中部縦貫道ですね。岡山の市街地まで行きますね。じゃあここ号車8号線の扱いなんですね。市街地は41号線の方かな。まあ多分ね、路面も積雪あるはずなんです。
月下旬に向かってるのに降るね、本当に。これがラストかもしれないよね、こんなにこんもり降るのは。
その先ですね、もう一個高山インターのそこまでですね。
出口でございます。いやー降ってるわ、普通に降ってるわ。まあ、ただね気温がまあ0度だから、まあ嫌な積もり方は今のところしないですね。Stop.